来期の二刀流起用法は、何も変える理由が見当たらない、と発言も。マドン監督は、今年と、何も変える理由が見当たらない、トライシーズンの基本的な起用方針を明かした。打者では1日、同2日、まで153試合出場して打率点258、45本塁打、99打点、26盗塁。シーズン終盤までリーグの本塁打王のタイトル争いを繰り広げている。 エンゼルスのジョー・マドン監督は2日、日本時間3日、敵地、マリナーズ戦前に日本メディア向けのオンライン会見に応じ、大谷翔平投手の来季の二刀流起用プランの一発を明かした。大谷は4年目の今季、開幕から投打の二刀流でフル回転している。投手で23試合登板し、9勝2敗、防御率3.18。もし来年も、DH 制のない、ナ・リーグのルールでプレーする場合、 プレーオフ進出が関わる、重要な試合ではフィールドに立ってもらいたいと思う場面は出てくるだろう、と、外野手、大谷を本格的に解禁する可能性を示唆した。今期はこれまで登板前後に設けられてきた休養日を撤廃。大幅な成績アップにつながった。一方、ナ・リーグ本拠地では守備にはつかせず、ベンチスタートとなっていた。今期は降板した後に右翼手で4試合、左翼手で1試合に出場した。 二刀流大谷は来季さらに起用法の幅を広げるのだろうかチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きた様々な出来事ニュースコンマ動画の内容が良かったと思っていただいた方はぜひチャンネル登録グッドボタンを押してくださいコンマグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですコンマよろしくお願いいたします